今村信也です。よろしくお願いいたします。前回の動画でですね、マイクロチップのリーダーを、Amazon で買ったんだけどちゃんと使えるのかっていう動画を撮ったんですけども、もうびっくりするぐらいちゃんと読み取れましたね。もうピーってやったらすぐに数字が出てきました。で、気になる方は前回の動画ぜひ見てください。今回はこのマイクロチップについてもう少し詳しくお話をしようかと思います。まずマイクロチップっていうのはマイクロってついてるぐらいなんで、小さいものなんですけども、サイズとしては直径で2ミリ、直径で2ミリ、そして長さで言うと8ミリ、8ミリから12ミリぐらいなので、小さいんですけど決して目に見えないっていうものではないですね。きちんと肉眼で見えるぐらいのものになります。で、形は円筒形ですね。筒みたいな形をしてます。円筒形の電子表記具、いわゆる IC チップ中に IC 情報、電子情報が入っているものになります。で、このマイクロチップの中に15桁の個体識別番号というものがもう決められています。で、一つのマイクロチップに対してこの識別番号というものがもう決められてるんですね。その番号と飼い主さんが新しく登録する、自分家の犬とか自分家の猫ちゃんの情報を登録すると、この15桁の番号、何々何何番っていう子が、あ、レイですねとか、何々何じゃ、あ、太郎ですねとかっていう風に紐付けされるんですね。それが登録作業になります。で、この15桁の個体識別番号っていうものを専用のリーダーで読み取ります、ね、前回の動画で出てきたこういったね、専用リーダーで読み取ります。で、リーダーで読み取るのは別に誰でも読み取れるんですけど、ただマイクロチップを装着するとき、マイクロチップを実際にワンちゃんとか猫ちゃんの体の中に、体内に入れ込まなきゃいけないので、それは獣医師さんが装着する必要があります。なので、マイクロチップ入れようと思って、飼い主さんが自分で入れたりとか、ペットショップの業者さんとかブリーダーさんとかが自分で入れるのは NG です。必ず獣医師さんが行ってください。で、このマイクロチップを入れるメリットは何かっていうとですね、こちらになりますね。マイクロチップを入れるメリット、それは紛失しない迷子札です。実際に、迷子札、首輪とかハーネスにつけてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、そういった迷子札ですね、なくしちゃうんですね。知らない間になくなっちゃってるんです。レイもですね、もう今まで数多くの迷子札っていうものをつけてきたんですけども、お散歩に行って帰ってきて、よし、首輪外そうって思ったら、もうついとらんやんって、ついとらんやんって言っちゃったんですけど、ついてないじゃんっていうふうにですね、気づいたら落ちてるとか、あとはドッグランとか、他のワンちゃんと激しく遊んだ時に、外れちゃってるとか、あとはクレートとかサークルで、寝てる時に、首についてるんで、知らない間にカジ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 かじっちゃって、もう完全に壊れちゃうとか、あとは、お散歩中に、首輪がスポッと抜けちゃったとか、ハーネスがスポッと抜けちゃったとか、そういった時はですね、もうせっかくね、首輪とかハーネスに迷子札がついてても全く意味がない状態になっちゃいますよね。ワンちゃん結局裸一つで出ていっちゃうっていうような形になりますので、迷子札っていうものは保険としてついてればいいんですけど、でもなくなる可能性があるということですね。ただマイクロチップに関しては体の中に入ってるので、なくなることはないですね。で、中に、チップなので電池なんですけど、この電池寿命大丈夫なの？切れないの？っていうことなんですけど、電池の寿命っていうものがですね、30年って言われてます。ワンちゃんの寿命はですね、大体20数年、22、3年とか、長くても25年とかなんですかね。猫ちゃんはね、それぐらい生きる子もいるんですけども、ただ30歳まで生きたワンちゃん、猫ちゃんって私もあんまり知らないので、十分、マイクロチップの電池分は、十分持つっていうふうに言われてます。で、このマイクロチップなんですけれども、今年の6月に実は法律が変わってですね、動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる同愛法がですね、今年の6月に改正されました。で、その改正された中にマイクロチップのことも入ってるんですね。で、どういう風になってるかというと、業者は義務って書いてるんですけども、この業者っていうのは、販売業者、いわゆるブリーダーさんですね。このブリーダーさんはマイクロチップを装着すること、そしてマイクロチップをきちんと登録すること、これが義務になってます。いわゆる法律で決められました。なので、ブリーダーさんが、マイクロチップを入れてないワンちゃんを販売した時点で法律違反っていう風になってしまいます。で、一般飼い主さんはどうかというと、一般飼い主さんに関しては、装着は努力義務。要は一般飼い主さんに関しては、なるべく入れてくださいね、なるべく装着してくださいねっていうことですね。なので一般飼い主さんに関してはワンちゃんを迎えた時に、例えばマイクロチップが入ってないワンちゃんというと、例えば自分家の子ですね、自分家で飼ってるワンちゃんが子供を産みましたと。で、その子供たちにマイクロチップを入れるか入れないかっていうものは努力義務、なるべく入れてくださいねっていう形になります。ただし装着したワンちゃん、猫ちゃんを引き取った時
例えば、まあ、ペットショップとかブリーダーから買った時にはもうすでにマイクロチップ入ってますよね。もしくは、保護犬、いわゆる譲渡会とかで、譲り受けたワンちゃんにもうすでにマイクロチップが入ってたとしたら、その入ってたマイクロチップを登録することは義務付けられております。で、これがじゃあ今日からマイクロチップを絶対登録しないといけないかっていうと、そうではなくて、このマイクロチップに関する取り決めはですね、一応準備期間があります。令和4年からスタートしましょうっていうふうになっております。なので、まあ、今年とかですね、来年マイクロチップが入ってないかとか、登録してないからすぐに罰せられるかっていうと、そうではないですね。令和4年からスタートしていきましょうっていうことなので、まあ、今準備期間と思ってください。最後に一番の注意点、先ほどから私登録って言ってるんですけども、このマイクロチップはですね、15桁の個体番号があるんですけども、それが入ってるだけだと意味がないんですね。要はマイクロチップが入って15桁の番号が出ました、やったって思っても、そこにじゃああなた誰っていう情報が入ってないと全く意味がないんですね。あの、首輪についてる迷子札、ここに迷子札ついてます、でもここに飼い主さんの名前とか連絡先と一切書いてない、意味ないじゃんこの迷子札っていうのと同じになっちゃいます。なので必ず登録作業が必要になってきます。で、今このマイクロチップのデータの登録先っていうものが主に2つあります。で、1つは AIPO と言われる団体で、もう1つは FAM って言われる団体、この2つの団体がまあ主な、マイクロチップのデータ登録先になります。で、この AIPO っていうのはどういう団体かというと、4つの団体で構成されている団体になります。一つは、日本動物愛護協会、一つは、日本動物福祉協会、そして一つは日本愛玩動物協会、そして最後日本獣医師会、この4つの団体が構成されて AIPO という団体になっております。一方 FAM っていうところですね、この FAM っていうのは一般社団法人 FAM っていう団体が管理をしております。で、 FAM に関しては、まあ、ある特定のペットショップ、まあ2団体あるんですけども、このペットショップで飼われたワンちゃんたちはFAMに登録をされているそうです。2つのペットショップじゃないところから飼われたワンちゃんっていうものは基本的にこの AIPO の登録になります。じゃあですね、この AIPO と FAM 何が違うのっていうことなんですけども、正直ですね、このデータの登録されているは犬種の数とかでいうと、あとはその認知度でいうとですね、認知度としては多分圧倒的にこの AIPO の方が認知度は高いと思います。なので、まあ、迷子のワンちゃんいました、で、マイクロチップ読み取りました、あ、番号出てきました、じゃあ検索しようとなって検索されるのはほぼこの AIPO の方だと思います。なので、稀にあるのがですね、迷子のワンちゃんいました。で、マイクロチップ読み取りました。あ、番号出てきた。検索しました。あれでも出てこない。おかしいなっていう時に、こっちのFAMにしか登録されていないワンちゃんっていうのは、こっちのAIPOで検索かけても出てこないんですね。ここのAIPOの情報とFAMの情報っていうのは連携してないので、FAMの方にしかマイクロチップのデータを登録していないっていう方がもしいらっしゃったら、念のためにこちらのAIPOの方にも登録をしておいた方がいいと思います。AIPOの登録方法はどうするかというとですね、この登録用紙っていうのは、動物病院の方で、もらえますので、かかりつけの動物病院に行って、マイクロチップのちょっと登録したいんだけどっていうと申し込み用紙もらえますので、まあ、それに必要事項を書いて日本獣医師会の方に送ってもらえれば、きちんとですね、データ登録完了っていうハガキが来ます。こういったものですね、こういったものが来ます。データ登録完了通知書っていうものが来ます。で、これが届いたら無事に、あなたのワンちゃんはきちんとこの AIPO のデータベースに、乗りましたっていうのが分かります。料金なんですけども、初回の登録に1050円だけかかります。1050円ですね。で、それ以降、例えば、何かしらの事情で飼い主が変わった時とか、あとは飼い主さんが、お引越しして住所が変わった時とかで、あとは、まあ、ワンちゃんが亡くなってしまった、なのでこのもうデータベース上は必要ありませんって言った時、そういった時は、この獣医師会の方に連絡してもらえれば変更とか、例えばデータ抹消とかってしていただけます。で、その時の費用は0円になります。なのでお金がかかるのは最初の登録料だけ。ファムさんの登録費用なんですけども、ファムさんの登録費用に関しては、このファムの、登録とサポートの年数によって違うみたいなんですが、まあ、5年サポート10年サポートっていうのが2つあって、で、5年サポートは、2500円で、10年サポートが4000円という価格になっているそうです。で、この2500円に関してはですね、ペットの購入時にこの料金で含まれてますよっていう話だったので、このペットショップですね、この2つのペットショップでワンちゃんとか猫ちゃんを購入すると、例えば、販売価格が例えば10万円ですとなった時に、まあ、この10万円の中にもうこの5年2500円っていうのはもう含まれているそうです。なので、もしですね、ご覧になっている方でお手元にですね、この
マイクロチップの登録証っていうカードがある。でそこにFAMって書かれている方はこのFAMの登録はもう済んでおります。あとですね、さっきの、マイクロチップの装着ですね、装着に関する費用に関してはこれはもう動物病院さんの方で、価格っていうものが違ってきますので、だいたいですね3000円から5000円ぐらいだと言われております。で高いところはなんか1万円ぐらいするところもあるみたいなんですけども、だいたい私がこう知ってる限りでは3000円から5000円ぐらいの間で収まっているところが多いです。まあ、そこはね、獣医さんに確認してみてください。 あと痛くないんですかっていう質問もあるんですけど、痛いと思います。ね、このチップが体の中に入るんで針で刺して入れるんで痛いと思います。ね、レイも泣きました、キャンと泣きました。ただ痛みは一瞬ですね。その一瞬の痛みで一生安心できるんであれば、ね、入れるに越したことはないと思いますので、ぜひご検討ください。ではマイクロチップのお話でした。ではまた。